一日の始まりに美味しいご飯を食べたいけど朝は忙しい、そんなあなたに楽うま朝ごはん。レシピを教えてくれるのは料理動画が話題のまいさん。登録者数60万人超えの一人前食堂という人気のチャンネルを運営しています。3月に出版したレシピ本はAmazon料理本ランキング5部門で1位を獲得するなど注目されています。今日も心も体もすっきり整う朝ごはんを紹介します。今日の朝ごはんは豆腐クリームのクロックマダムです。クロックマダムとはパンにハムとホワイトソースで仕上げに目玉焼きを乗せたフランスで実は定番の朝ごはんなんです。フランス定番の朝ごはんクロックマダム、早速調理スタート。材料はこちら、ベーコンにパン、そして豆腐。クロックマダムはホワイトソースを乗せるんですけど、はい、そこを豆腐で作っちゃいます。豆腐でホワイトソースを作る？本当にできちゃうの？まずは豆腐をキッチンペーパーに包み、電子レンジで加熱し水切りします。水切りした豆腐に顆粒コンソメ、おろしにんにく、マヨネーズ、塩、コショウを加え、泡立て器を使って混ぜ合わせていきます。ホワイトソースって小麦粉とかバターとか入れるんですけど、脂肪分とか、うん、ダイエット中の方気になっちゃうっていう人でも、そうですね、お豆腐だったらとてもおすすめなんです。ダマが少し残るくらいまで混ぜたら、ヘルシーな豆腐ホワイトソース完成です。続いてパンに豆腐ホワイトソース、ベーコン、チーズを乗せてトースターで焼いていきます。小麦を皮ごと使っているブランパンで作れば糖質が低くなる上、食物繊維も豊富に摂ることができます。焼き上がったパンに目玉焼きを乗せたら、豆腐クリームのクロックマダム完成。ガブッといっちゃいますね、私。そのお味は？うん、おいしい。濃厚なんですけど、うん、意外と後味はすっきりしてるので、ね、食べやすいです、うん、皆さんもぜひ豆腐クリームのクロックマダム作ってみてくださいね。